公共曲第100番と超超傍冒険 I-100 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1793年から94年にかけて作曲した4楽章の公共曲。ロンドン公共曲のうちの1曲で軍隊の愛称で知られている。演奏時間は約30分。軍隊という愛称は有名なトルコ軍楽の打楽器が第2楽章と修楽章の終わりで使われていることによる。 なお、18世紀のヨーロッパの宮廷ではトルコがエキゾティシズムの対象であり、様々なトルコ風音楽が流行として取り入れられた。モーツァルトのジングシュピール、高級からの誘拐では、トルコの宮殿が舞台であり、助曲において打楽器がふんだんに使用される。また、トルコ更新曲の愛称で知られる、ピアノソナタ第11番の第三楽章やバイオリン競争曲第5番などが、 トルコ軍楽のリズムや音色を意識したものとして知られる。第二楽章は、二つのリラのための競争曲と、長々方冒剣、ビハマイナス3をほぼそのまま転用したものだが、最後に、軍隊ラッパの模倣と、印象的なティンパニのソロが新しく加えられている。当時の音楽では、ティンパニのソロは、異例中の異例だった。ハイドンは、 公共曲103番の冒頭で再びティンパニのソロを使用している。初演は1794年3月31日にロンドンのハノーバースクエアルームズにおける第8回ザロボン演奏会で行われた。ありがとうございます。